どうもー、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。帽子おやじでーす。っていなくなるんかーい。かいかい。はい、おふざけはですねこれぐらいにしときまして、今回の企画はですね、あの TikTok の方にあのコメントが来てたんですけども、私は頭が小さくていつも帽子がブカブカでなかなか合う帽子がなくて困ってますっていうコメントが来てたので、あ、そういえば帽子の縮め方の動画って作ってなかったなと思いまして、今回はじゃじゃん、縮められるんです。帽子は縮められるんです。はい、そうです、あの帽子の縮め方、まあちょっと針と糸を使った帽子の縮め方を説明していきたいと思います。それでは張り切ってどうぞ。はい、サイズを縮めるときにですね、必要なもの3つです。針と糸とハサミ、この3つがあればサイズを縮めることができますので、早速縮め方の説明をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速帽子を縮めていきたいと思います。今回はですね、この帽子の汗止めと呼ばれる部分、ここを縮めていく方法を説明していきます。まず汗止めを内側にグッとつまみます。よいしょ、こんな感じでつまみまして、映ってるかな、後でアップの絵もつけますね。よいしょ。で、つまんだ先の、まあ、2、3ミリのところ、この先から2、3ミリ、難しいな。このつまんだ先から2、3ミリのところに、針を1回刺します。で、刺したら、よいしょ。汗止めと、わかるかな、これ。3枚ですね。3枚。つまんでつまむから、この3枚をですね。3枚の生地を、貫通させます。ぎゅっと。で、もう一回、その3枚を同じ方向から貫通させます。わかるかなこれ。これあとアップの絵絶対必要だな。で、貫通させたらこの汗止めの内側ですね、こっち側に玉止めを作ります。玉止め、こうですね、針を当てまして、くるくる。そして、針を、ブイーッと、抜きます。で、ここポイントとしては、この汗止めが、この生地からこの辺にできてたりしたら、後で被った時に広がってしまうので、できるだけこの生地と接したところにこの玉止めっていうのができるようにしましょう。で、わかるかな？ここを縫い合わせたら、ここがちょっと浮くんですよね。この汗止めが内側に浮いて寄ってくれるので、このよりを利用してサイズが縮まります。で、縮める、まあいきなりこの辺を縫うとかじゃなくて、まあ被り心地になるべく影響しないところから縫います。今回ちょっとずれちゃってますが、まあここ後ろなので、まあ縫うとしたら1箇所2箇所。で、もっと縮める人は1、2、3、4。で、もっと縮める人は、
まあ、5箇所の場合はこっちにどっちかによるよりは僕は真ん中に縫う方ですね。1,2,3,4,5 でもっと縮める人は1,2,3,4,5,6 とで、この縫うところを増やしていけばどん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 縮まっていきます。どれくらい縫ったらどれくらい縮まるのっていう話なんですけども、まあ後ろからこうやって指を入れていつも測るんですけど、まあ大体1本2本余ってたら、まあ長くかぶって疲れないサイズだと私は思うので、まあ、例えば指が4本とか3本4本入るようでしたら、まあこの縫う部分、ここ1箇所2箇所作ると、まあだいたいかぶった時に指がまあ2本ぐらい入るように縮まります。その辺はまあ何回かやって微調節、このつまむ汗止めをつまむ時に、よいしょ、ここつまんだところより、まあ、2-3mm っていうのがやっぱポイントですね。1センチとかになると、あの帽子外から見た時にここよ膨らんでしまったりするんですよね。この膨らみが出なくなるのがだいたい 2-3mm なので、そこを気をつけるポイントですね。なので、まあこうやって測って、まあ5、6本入りそうだったら、まあさっき説明した通り、まあ1,2,3,4,5,6 とか5とか、まあこの止める箇所を増やしていけば、それだけギュッギュッギュッと縮まりますので、サイズでお悩みの方はぜひぜひやってみてください。まあ当店にね、あの持ち込みで縮めてよっていうのも全然ありなので、まあ無料で やらせていただきますので、まあサイズが合わない帽子をお持ちの方はぜひぜひお持ち込みください。はい、今回はですね、帽子のサイズの縮め方の説明をさせていただきました。どうだったですか？ちょっと動画では分かりづらかったですかね。まあこんな感じで、今回はあの TikTok のコメントから、まあこういう配信をしてみようかなっていうのをヒントをいただいたので、皆さんぜひぜひお気軽に、どうぞお気軽に、あの YouTube だったり Instagram だったり TikTok のコメント欄活用していただいて、帽子のお悩みなどあればぜひぜひポロッと発言していただいて、まあそれで、まあ自分が解決できそうなことがあればですね、はい、今回みたいに配信していきたいと思います。それでは帽子おやじがお届けしました。またねー。